魂。クロードを生きたまま食い殺そうと鬼が待ち構えていた。ここに落ちろ。倒れたはずの敵が片割れの魂の力で死の淵から蘇った。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。地獄に落ちろ。レギオン発進だ。闇ガラス。イオの分身から底知れぬ力が溢れていることをクロードは感じ取っていた。Ha!
荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し、だが行き先を調べねば。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。クロードの頭上に火の矢の雨を降らせようと燃え盛る火の精霊がうごめいている。Thank you.
ちろ。闇ガラス。これはわしがなくした巻物。助かった。ロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。